皆さんこんにちは、ボイストレーナーの市川です。今日も一緒にボディートレーニングをしていこうと思います。今日一緒にやりたいのは壁を使った壁倒立です。学生の頃よくやったんじゃないかなと思うんですけど、逆立ちをすると内臓が元の位置に戻ると言われています。我々は普段立ってますよね。立ってるとどうしても重力に従って内臓が下の方に降りていきます。そうすると胃下垂というわけではないのにお腹が出てしまったりぽっこりお腹になってしまいます。それを壁倒立、定期的に、1週間に3回4回ぐらい取り入れていただくと内臓の位置が元の位置に帰っていく、戻っていくと言われているので、それを一緒にやりたいと思います。安全のためにマットを敷きまして、一緒にじゃあ30秒ぐらいトライしようと思います。僕は普段1分ぐらいやるんですけど、今日は30秒ぐらいやりたいと思います。このように手をついてスタンバイしたら蹴り上がります。こうですね。この状態で腕の力だけで耐えていただいて、30秒くらい一緒に壁倒立を続けてみてください。どうですか？壁倒立が得意な方、不得意な方いると思います。このまま力を抜いて、体の力を抜いて腕だけで耐える。全身に力が入ってしまうと内臓、腹筋にも力が入ってしまうので、なるべく腕以外は脱力をしてください。その塩梅は皆さんにお任せします。さあ今どれくらいでしょうかね。なかなかしんどくなってきますけどね。どうですか？もう少し頑張ってみましょう。よし、これぐらいかな。はい、熱い、一気に血が上りますね。皆さんお疲れ様です。さあ、ここでちょっと補足になるんですが、壁倒立がもし苦手な方いると思うんですけど、そういう方は逆さに手をついて、逆さに足をついて壁に近づいていきます。そうすると壁につま先がつく形になります。これでも大丈夫です。やりやすい方向からそれぞれやってくれればと思います。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。